おはようございます。ガチムチムーさんです。はい、急遽魚釣りをやっていきたいと思います。急遽お兄ちゃんに誘われてやったんですけど、でっけーだなこれ。巻き心地も悪くないね。うん。音もしない。うん。ラインが綺麗だってのもあるけど。それちょっとラインの音するでしょ。シャル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 。言っとるでしょ。そうそう、それもライン変えようかなと思ってさ。俺のバンキーさライン変えたことなかった。ローラーが悪いよ。でローラーが悪いんかな。巻き直してもなるんだったら、うわー、もう一気に濡れた。お、来た。
そうだね。おおお。おう。こちら。うん。よいしょ。よいしょ、来た。釣れたけど釣れた。よっしゃ。よっしゃ、うい。えい、ポン。よっしゃ。そのぐらいだね。40ぐらいかな。釣れがかりだけど来たわ。なんだろう、キャストして真ん中よりちょい向こうって感じ、飛距離的には。おるね。今年初ポチです。43センチかな。40センチ超えてるからいいでしょう。楽しめました。はい、今日釣れたマゴチです。43センチ。これをとりあえずさばいて何にしようかな。まあちょっとこの後夜勤があって、料理はちょっとする時間がないので、帰宅を何かと料理したいと思います。じゃあとりあえず下処理していこうかね。帰宅したら寝ちゃったでな。では下処理していきます。はい、ではマゴチの刺身をいただきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。柔らかい。あ、ちょっとこの上にネギかけて食べても美味しいな。絶対。とりあえず海はですわ。ちゃんと塩水処理もして生臭くもないし。
白くて綺麗な実ですわ。やっぱり自分が釣った魚は何でも育てるんやの。また次回もね、サーフフィッシング豊橋の方か三重の方か分かんないけど行きたいと思います。名古屋に住んでると三重の方にも行けるし静岡の方にも行けるから行く分にはすごい楽なんだよね。まあということで今回は夜勤前に軽く魚釣りをしてマゴチが釣れちゃったという動画です。ではまた。ではまた。バイバーイ。